マリアーノ・アントニオ・グア・ダルペ・エスコベド・デ・ラペーニャは、メキシコの軍人、ヌエボレオン州知事。マリアーノ・エスコベドは1826年1月16日に、ヌエボレオン州のサンパブロ・デ・ロース・ラブラドースで生まれた。彼は、マヌエル・エスコベドリタ・デ・ラペーニャ夫妻の間に生まれた6人の子供の、罰子であった。1854年に、彼は、 アントニオロペスでサンタアナの独裁政権を終わらせようとするアユトラ公領と自由主義法を守った。彼は1862年5月5日のプエブラの戦いに従軍し、その活躍が評価され、騎兵隊の大佐に昇進した。後に彼は将軍に昇進し、フランス艦将軍と戦う陸軍の建設し、彼らを破り、 1867年には、ケレタロで、メキシコ皇帝マクシミリアムを捕らえている。ベニート・フアレス政権下では、マリアーノ・エスコベドは、北部方面の最高司令官に指名され、メキシコ共和国の復帰後の1875年には、彼はいくつかの州の知事と、軍事長官であった。加えて、軍事裁判の最高裁判所の長官を務めていた。ポルフィリオ・ディアスが、 大統領の地位についたことによって彼はアメリカ合衆国へ亡命を余儀なくされた。そこから彼は独裁者に対する反乱軍を組織した。そのため2878年に彼は投獄され、1902年5月22日にメキシコで死んだ。マリアーノ・エスコベドの名はメキシコ各地の地名などに命名されている。など、ありがとうございます。